皆さん、こんにちは。1970年代にアイドルとして活躍されていた林浩子さん。往年の人気番組クイズダービーにも出演し、毒舌キャラでお茶の間を沸かせていました。あたり番組でも親交の深かった大橋巨泉夫妻に仲人を頼んで黒沢久夫さんと結婚されました。しかし2003年に離婚されたとのことです。とはいえ、お二人の間には一男二女の子宝にも恵まれ、皆さんご活躍のようです。今回は林浩子さんの私生活を中心に深掘りしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。まずは林浩子さんのプロフィールについて見ていきたいと思います。林浩子さんは1959年10月16日生まれ、東京都の出身です。林浩子さんは7歳で子役として芸能活動をスタートし、1973年にオーディション番組「君こそスターだ」で第1回グランドチャンピオンとなり、翌1974年に微笑みで歌手デビューを果たしました。昭和アイドルから毒舌キャラへと路線変更も功を奏し、息の長い芸能生活を送っていた林浩子さん。2024年現在は一体どのように過ごされているのでしょうか。実は芸能界で活動中です。八王子 FM にてパーソナリティも務め、林浩子のラブリーアイランドと、なんと冠番組を持っています。林浩子さんのヒットソングが素敵なラブリーボーイでしたので、タイトルはそれにあやかった形でしょうか。世の中のラブリーを吟味し、見せかけのものは見破ってしまうという番組内容で、林浩子さんの毒舌キャラもまだまだ現役のようです。またご自身でカラオケバーを経営されており、そこではかつて葛飾 FM しーちゃん、かんこのもう一曲歌いましょうの収録も行ったことがあるそうです。この番組はかんことしーちゃんがパーソナリティで、ゲストと共に昭和の時代に思いを馳せるという内容の番組でした。お店の10周年には安倍静江さんがサプライズで登場し、約50人分のシャンパンのマグナムボトルをプレゼントされたとのことです。しかし林浩子さんご自身はお酒が全く飲めないそうで、体質と商売がマッチしていないようです。なおこのお店はカラオケサロンラブリーカンカンというお名前です。毎日ミニライブを行っているそうですから、林浩子さんの生歌を聞きたいという人にはかなりリーズナブルでお得なお店かもしれません。さらにモノマネやトークまで披露と、サービスも盛りだくさんのようです。前述の通り、林浩子さんには一男二女のお子さんがいらっしゃいます。まず息子さんに関しては黒沢光さんというお名前で、ブログローマというバンドのメンバーだったとのことです。ただこちらのバンドは2016年3月15日に1ショートトーンアルバム僕らのインスピレーションをネットでリリースして以降の情報がありません。一応ツイッターでは2018年9月13日にドゥードー至る J.I. さんというタップダンサーのツイートをリツイートした形跡はあります。ご自身の活動についてはコメントがありません。また長女の黒沢優さんはモデルや女優として活躍し、2001年には第10回日本映画批評家大賞新人賞を受賞したことでも話題となりました。さらにその翌年にはソフィアのボーカリスト松岡充さんと授かり婚をし、以後は育児に専念するため芸能界を引退されています。また次女の黒沢萌さんも歌手としてかつて活動されていました。2002年8月21日にリリースした「悲しみにさよなら」はあの安全地帯のカバー曲です。しかもカバーしただけではなく、 CD 音源のバックでは安全地帯が演奏していたとのことで、本家が認めた才能なのかもしれません。さて2003年に離婚した林浩子さん、お相手はあの黒澤明監督の息子としても有名な黒澤久夫さんでした。3人のお子さんに恵まれて順調とも思えた夫婦生活でした。黒澤久夫さんは父黒澤明監督の映画のプロデュース業とタレント業を掛け持ちし、
飲食店の経営も行っていました。真実かどうか分かりませんが、父親の名前が偉大すぎて映画プロデュースだけではなかなか評価されなかったと言われています。それなのでタレント業をやる傍らで飲食店の経営も行い、いろいろな分野に手を出していたと言われています。その後どうなったのかということですが、実はあることがきっかけでその仕事がわかります。黒澤明監督の長男で映画プロデューサーの黒澤久雄氏が再婚することがわかった。お相手は久雄氏が社長を務める黒澤プロダクションの20年来の秘書、40代の女性 愛さん。関係者によると間もなく入籍するという報道から、はっきりと黒澤プロダクションの社長だということがわかります。お二人がそれぞれの道を歩むことになった原因などについてまとめてみました。多忙を極め、林博子さんとはすれ違いの生活が続いたため、次女が成人したことをきっかけに2003年離婚しました。少年じみたところがあった黒澤久雄さんに対し、子育てや主婦業で現実をシビアに見る林博子さんでは価値観の相違もあったとのことです。旦那さんがいろいろな方面で仕事をしていたために非常に忙しかったということです。林博子さんの方は芸能活動をするのに専念したのではなく、子育てや農業など一般的なことをしっかりとやっていました。そこからだんだんと二人の考え方や価値観なども違ってくるようになったのでしょう。それが結果的には離婚という選択になったのだと思われます。ただしここでは不倫などそういったことで揉めての離婚ではなく、あくまでお互いの価値観が合わなかったということで円満離婚をしたと言われています。職人と母親と思えば、確かにその価値観には埋められない溝もありそうです。離婚後、林博子さんは当時バラエティやワイドショーで辛口トークを展開する熟女タレントでした。子役時代から始まり、アイドル、熟女タレントと芸能界で長く活躍してきました。どちらかというと可愛らしいというよりかは元気でいつまでも若々しいという感じがします。そういうタレントのイメージがあったと思います。長い間芸能界で活躍されてきていますので、知らない人の方が少ないのではないでしょうか。また林博子さんがダイエットをして痩せたという情報がありました。確かに昔はふっくらが売りのアイドルだったので、当時と比べたら痩せたと言われるのもわかります。林博子さんの著書であるキャシーと監視が月見草で生き生き痩せたおしゃべり電話で、二人でなんと43キロというダイエット本があるそうです。アイドル時代よりやや痩せたのではないかという声があります。現在は娘さんのお子さんがいるので祖母となっている林博子さんですが、その美しさは健在です。テレビなどメディア露出は減っているのですが、華麗なる一族のこれからにも注目です。東京では林博子と同姓の高須クリニックの CM をめぐり一悶着ありましたが、東海地方で断然注目を集めているのはタレント林博子さん出演の美容外科東京ヒルズクリニックの CM です。アイドル時代を彷彿させる自然な笑顔で登場しています。メイク変えた、変えてないわよという問答があり、私の綺麗はもう止められないと語る林博子さんのテロップには57歳と出ています。愛知県岡崎市にある同院の杉浦勲治院長は K-1 のセコンドにつくほど格闘技に精通し、林博子さんとは長い付き合いでした。果実2度目の甲子園出場を決めた日本航空石川の梅沢茂雄理事長を交え会食する中で、杉浦院長は林博子さんが CM に出演してホームページでもまさに使用前、使用後の姿を余すことなくさらけ出してくれたおかげで名古屋の熟女たちの来院が多くなりましたと熟女効果を認めていました。黒澤久雄氏との間に2人の子供を設け、離婚後もさらに女に磨きをかける林博子さん。 CM は来春まで継続され、続いて元大物巨乳アイドルの出演も検討中といいます。20歳の顔は自然の贈り物、50歳の顔はあなたの功績と世の女にエールを送ったのは実業家のココ・シャネルでした。その名言はこう続きます。
女は40を過ぎて初めて面白くなる。かけがえのない人間となるためには、いつも他とは違っていなければならない、と述べています。ところで、2020年11月14日、自身のツイッターを更新し、夜道で転倒し、室外、骨骨折で全治2ヶ月の重傷だと報告しました。林浩子さんは、しばらくの間はラブリーカンカンの平日営業は休業し、貸し切りと土日の予約済みのお客様のライブは予定通り開催いたします。ご心配をおかけしてごめんなさい。新年には元気に復活します。と綴り、松葉杖をつきながら右手でピースサインを出した写真をアップしていました。その後は、仕事にも無事に復帰しているそうですが、ちょっとしたことで骨折などの重傷を負ってしまいますので、気をつけて生活してほしいものです。いかがだったでしょうか。今回は林浩子さんの私生活や近況について見てきました。スナック経営でもう芸能界には戻ってこないのか、ファンは心配しているのではないでしょうか。現在はスナックのママとして活躍する一方で、アイドル時代の仲間と同世代に向けた舞台昭和歌謡コメディを旗揚げしている林浩子さん、アイドル歌謡を披露するコメディタッチの舞台を披露し、好評を博しています。現実をしっかり見るリアリストだからこそ、同世代のファンが欲しているものが分かったのかもしれません。芸歴50年は伊達ではないようです。今のお姿は、自分自身でケバいと自虐しているそうですが、ケバいことなんか全くなく若々しい印象です。これからも林浩子さんは元気に年を重ねていくことでしょう。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。